アームストロング・ホイットワース・オータム・ウィンパー52アームストロング・ホイットワース・オータム・ウィンパー52は1940年代末のイギリスの全翼機である。アームストロング・ホイットワース社は第二次世界大戦中に総流翼を利用した4発ターボジェットエンジン推進の全翼爆撃機を提案した。この機の設計は オータム・ウィンター 52G として知られる3分の1スケールのグライダーで検証されたが、戦争が終わり開発プロジェクトは中止された。しかし、その後、アームストロング・ホイットアース社は、郵便機という名目で評価用の2機を製造する、契約を取り付けた。最初の試作機は、ロールス・ロイスにインターボジェットエンジンを装備し1947年12月13日に、初飛行を行った。 これに続きロールスロイスダーウェントターボジェットエンジンを装備した試作2号機が1948年9月1日に飛行した。試作1号機は1949年5月に墜落したが、射出座席による緊急脱出により搭乗員の命は救われた。これは英国人パイロットが初めて射出座席を使用した事例であった。 試作2号機は1954年までロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントで飛行し続けた。1949年5月30日にテストパイロットのジョーラン・カスターが320マイルパーアーで降下中にエレボーンのフラッター現象に起因すると思われる縦振動に遭遇した。その振動は最初は毎秒2回であったが急激に操縦不能になるほどに振動数が増加し、 見たところ今しも構造破壊を引き起こしそうであったためにランカスターはマーチンベイカーマーク1射出座席で緊急脱出した。これが英国人パイロットによる射出座席を使用した最初の本番緊急脱出だった。オータム・ウィンター52ランカスター超セッティングザレコードストレートエアロプレーン34ピアニッシモ4246ありがとうございます。